芸術とセクシーハウスの家を合わせて考える。私がお気に入りの私の石庭石の庭、私は石が好きである。時に特に雨の降る石が、木の石が好きである。晴れの時と違って石の庭は私は好む。今日は8月の15日、台風がこの地に来ているが、幸いのところ雨はそんなに降らない。雨はそんなに降らない。この程度の雨風である。これなら通常の雨風と大差がない。この石の色、皆さんどう見るか知らんけれども、この石が美しい。この石の色、石の色ね、肌、なんとも言えない。こういうふうな私は石庭が好きである。ずっと向こうに続いている。もうすぐ今月下旬に植木屋さんが入る。また植木屋さんが入った時に、後に特に雨の日にまたご紹介するが、今は庭は茂りに茂っている。灯籠、灯籠が向こうに見える。つくばいがここに見える。灯籠が木の間にちょっと見える。もう一つのつくばいもこの右にわずかに見える。私の庭は庭で遊ぶ庭ではない。敷石の石が不規則に並んでいて、これは庭を伝えありとするためだけの石である。まあこういうことで、この庭と家を18年ほど前に建てるときに、セクシーハウスの家を調和するように考えて建てた。まあこの趣味、一般的にはおすすめしない。一つ見るだけの庭である。遊ぶための庭ではない。運動するための庭ではない。ちょっと足場が悪い。老人のためにはあんまり良くない。お金がかかる。普通何もない方が安いけど、まあ一つの庭の典型として、私は楽しんでいる。